ワスプマイナス34はコップ座にある十等星である。スペクトル分類では G 型主系列星に位置する。質量、半径ともに太陽と類似している。2010年にワスプマイナス34の周囲を公転している惑星が発見された。この惑星は木星の約0.6倍ほどの質量を持ち、木星の約1.2倍の半径を持つ。 構成から約 0.05AU 離れたところを公転しているため、公転周期はわずか4日である。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する IAU100NM Exewires プロジェクトにおいて WASP-34 はフィリピン共和国に割り当てられる境外惑星系となった。このプロジェクトは、 国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、フィリピン共和国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、WASP-34 はアマンシナや、WASP-34B は、 ヘイクと命名された。アマンシナヤはタガログ族に伝わる神話で、三位一体の神の一柱アマン、シナヤに由来しており、アマンシナヤは原初の渡積みで、漁師の守り神ともなっている。ヘイクは原初の神アマンシナヤの後を継いで渡積みとなったタガログ族の神である。AB パーセクは一年収支査より、計算。 後年は一年収支差3.2615638より計算。ありがとうございます。